地震があった時に、走っていた車両が線路が両方なくなったので、どっちにも行けなくなった車両が ありましてですね、それが1両ポツンと普代駅っていうところに残ったんです。ある程度日にちが経ってからだったんですが、ずっと三陸鉄道を応援してくださっている方たちがずっとどちらにも行けない車両を見てましてね、かわいそうだねって言ってくださったんですよ。それでそのだるまをですね、置いたらどうっていう話になりました。そのだるまには願いが込められてまして、だるまをみんなが手にした時に一つ目のこう目を入れまして、線路がつながった時にもう片方の目をみんなで入れて、そしてその駅からつながった線路が線路を通ってですね、富士の方に帰ることができた時にみんなでそれを見送ったり、それから一緒に乗って富士まで帰ろうよと出来上がったのが、この三鉄のつながるだるまっていうオレンジ色のだるまが出来上がった。普代の車両にはですね300個以上ずっとみんながですね綺麗に並んで乗っかっていまして、取り残された車両はですねきっと寂しくなかったんだろうなって思います。